ランベオサウルスは中世代白亜紀後期の北アメリカ大陸に生息した大型の長脚類恐竜。1923年、ドクター・ウィリアム・パークスにより、カナダ・アルバータ州で発見され、カナダにおける初期の古生物学者、カ化石ハンター・ローレンス・ラムにちなみ、ランベオサウルスと命名された。化石は、アルバータとバハカリフォルニア半島とモンタナ州でも発見されている。 体長10から15メートルで、長脚類としては、最大級。パラサウロロフスや、コリトサウルスなどの他のランベオサウルス赤のように、頭頂部に、特有の骨突起を持っていた。ランベオサウルスの場合、骨突起は、コリトサウルスと似ているがやや小さく、前傾している。また、頭部後方に向かって、緻密骨の棒が一本突き出して、おり、コリトサウルスとは、容易に区別がつく。骨突起は、 内部が空洞で、鼻空に通じていた。この構造により、嗅覚を高めるか、または大きな声を発することができたと考えられる。頭部の骨構造に関しては、全体的に小ぶりであったり、もしくは、後部の骨の突起がなかったりと、個体感で、やや差がある。かつてはこれをもとに個々に、別の種であると考える研究者もいた。しかし現在ではこれは性別。 あるいは成長の違いによるものだと考えられている。皮膚の印象化石からは腹を除く一定の箇所に多角形の突起を持つ薄い皮膚であったことがわかっている。足跡化石からは群れを作り四足歩行で移動していたことがわかっている。速度はかなり速く、他には無防備であるこの動物の捕食者に対する唯一の防衛手段であったと考えられる。 ありがとうございます。